まあ、これは喋り出すと1時間も2時間もかかってしまいますね。まあ、岸田さんはかなりこう迷走してますよね。だからあの人はもう、まあ、やりたいことというか、あの方はね、私が見てるととにかく総理になりたいというのが目標やったみたいで、だから総理になってしまうとどうしていいかわからないという感じでね、はい、ここへ来てですね、岸田さんも私が見てる限り、うん、やっぱり国防って大事よねと今思ってるとこありますよね。あ、はい、あ、そうですよね。だから軍事費が倍になるわけじゃないですか、うん、そうです ね、それは珍しいですよね。これまで、うん、まさにその左翼の人たちがずっと反対してきたわけです、防衛費の増大に関して。 で、ね、はい、でもほらクリア、でもウクライナで戦争起きちゃったから、はい、やばいやばいってなって、もう今反対する人いないじゃないですか。